新入生の諸君、入学おめでとう。わしがこの高校の校長、バカレチャジャーンである。わが高校のモットーは自由。生徒の自主性を尊重し、その手助けをすることこそが使命。諸君らも勉強に、スポーツに、遊びに、恋愛に、後悔のない高校生活を送ってほしい。以上。泣き虫じゃなくなったよ。あー、泣かせたのは君なんだぞ。しない男ね。あ、ひかり、こっちこっち。ごめん、コトコ。は、セキ君、今帰るところなの？はあ、あんたも物好きね、ひかり。さて、じゃあ本格的にお話を。
を聞くために帰り査定にでも寄ろうよ。俺は別に興味がないから遠慮する。そう言うなよ、ジュン。これからの高校生活を女の子とラブラブに過ごすための会議なんだよ。ラブラブ。ほら、ジュンだろこいつ。金の話知ってる？中庭にある塔の金だよ。卒業式に告白してできたカップルがあの金の祝福を受けると永遠に幸せになれるって話。ま、俺はそんな伝説は信じてないけど、当てにしてみれば？おっと、じゃあこの辺で。このことで相談があったら電話してくれよ。世の中ギブアンドテイクだからさ。今日ひかりちゃんのことを教わった分、いろいろ情報を教えてあげるよ。じゃあな。